前回ですね、ジャコモに一生勝てなくて動画終わったわけなんですけど、それには原因があって、見落としてたことが一つありまして、なんかこの花の説明受けてたじゃん、一番最初のケバルライ村で。で、俺旅の記録はしてたんだけど、ここの花に包まれるってやつ、もうどっかにワープできるもんだと思い込んでて、そんなことなくて、ここに勝てない秘密が隠されておりました。包まれてみましょう。ここ、いや、ここの記憶はあったんだよ。でもここどうやって行くのかチュートリアルとかでちゃんと説明してくれるもんだと思ってたからさ、ここの存在は覚えてたんだけど。ふむ、どうしたものでしょうか。何が？何？あれ？ちょっと調べたんだよね。ここでレベルアップできると聞きまして。俺レベルって勝手に戦ってたら上がるもんだと思ってたからさ。あなたですか？ふむ、また新しき冒険者か。何時もまたさらなる強さを求めてここへ来たのか。そうです。おいおい、何のことだよ。話が見えないぜ。大体ここはどこなんだよ。ここは祈りを捧げる者の成長を促す教会。何時の経験が十分に積まれていれば、その祈りは何時を成長させるであろう。悩むのも無理はない。必要であれば何時の悩みを取り去ろう。何を知りたい？成長。未知なる力とは、旅先で困難を乗り越え経験を積むことによって得られるのではない。困難を経験した後、神聖な気持ちになって神前で心を鎮め、反省することによってのみ湧き上がるものと心得よ。何人もの教会、何人もこの教会にて祈りを捧げるまで、たとえ己の力であったにせよ、決して知る術はない。未知なる力は祈りによってのみ得られることを決して忘れてはならん。もしこの教会へ訪れることができるなら、迷うことなく訪れるがよい。他に悩みはないか？早くレベルアップさせてくれよ。さらなる成長について、世界各地にはあらゆる神通力を有している品がある。たとえマグナス化されていても、その力は決して衰えることはなく、何時はさらなる大きな舞台へ上がることができるであろう。何時さらなる力を欲すれば、その品を持って私に会いに来るがよい。レベルアップとはまた違った新たな力を得ることができるであろう。レベルアップとか言っちゃった。いや、違う違う違う。冒険者を経験を積み訪れをさすれば、何時の成長を約束しよう。え？早くレベルアップ。え？レベルアップ。あれ？経験値あるはずなんだけどな、今まで戦ってきたから。一回帰れって。積んでから、もうケバルライ村で来るっていうことになってたわけだからってこと？お待ちください、そこの旅の方。少しばかり私の話を聞いていただけませんか？あ、ああ。あなたに一つお願いがあるのです。お願い？そうです。あなたの旅の道すがら、探してほしいものがあるのです。天井をご覧なさい。
これは？今から50年も昔にマグナス技術の枠を水を集めて作られた夜空の地図、星図です。プラネタリウムだ。完成した当時は天井から降り注ぐ夜空の光がそれはそれは美しかったのですが、ある時バラバラに壊されて誰に？そのかけらが世界中に散らばってしまった。今ではご覧の通りわずかばかりの星が寂しく輝くのみです。私はもう一度だけこの星図が輝いてる姿を見たい。わずかばかり残された人生が終わる前に。あなたも死にかけてるんですか？しかしそう願ったところで、この老いた体では世界に散ったかけらを探し歩くなどとてもできそうにありません。ですがあなたのような旅の方ならかけらを見つける機会に巡り合えるかもしれない。もう持ってるよ2枚ぐらい。どうですか、私の代わりに失われたかけらを探してはもらえませんか？星図のかけらは全部で50個の星座のマグナスとして世界に散らばっているはずです。それを見つけたら私のところに持ってきてくださるだけでよいのです。もちろん十分なお礼はいたしましょう。ああわかったよ。星座のマグナスを見つけたらじいさんのところに持ってくればいいんだな。そうです、お願いしましたよ。持ってきたよ。多分2枚ぐらいはあったはず。渡す。それはそれはありがたい。早速復元しましょう。どれどれ、持ってきてくれたのは龍座のかけら、ホ座のかけら、ホ座？友座のかけら、羅針盤の座のかけら。4つも持ってた。いいよ復元して。これ龍座ね。ホ座、ホ座って何？友座。密集してんなそこ。羅針盤座、羅針盤座見えなくね？どれ羅針盤座？光薄くね？これで今回の復元はおしまいです。あなたのおかげでまた一歩星座が元の姿に近づきました。ありがとう。これは少しばかりのお礼です。どうぞ受け取ってくれ。あ、こんなん毎回もらえたっけ。あ、団子か。お、フレームソード、おー、いいじゃん。サンキュー。あ、ちょっと待って、星座1個につき1枚マグナスもらえるんだ。太っ腹。なんもない。いや、この教会覚えてるんだけどさ、この教会ってそこの星座のイベントあるだけだと思ってたんだけど、わざわざこんなとこ来てレベルアップしてたっけな。その記憶が飛んでっからさ。とかレベルを上げてください。レベルをパラメータ補正。あ、そうだそうだそうだ、これ一気にレベル10上げるとなんか得点でプラスされるんだって。まだレベル6しか上がんないじゃん。じゃあ10まで上げてきますか。上げてきましたよレベル10。ほら、なんかちょっと付与されんの。10ごとに上げると。いや、時間かかった。
うお、めっちゃ増える、めっちゃ増える。よくレベル1のまんま頑張ったわ。あれ？あ、そっか、付与されたからレベル10上げたけど11になったってこと？これで勝てるわ。さすがにこれで勝てなかったら終わり。屋上はこの先みたいだな。問題はこの妙な仕掛けか。まあ、ここは見たからジャコモのところまでカットするが。あれ、終わった。残念だがここまでだ。え、それだけでよかったの？なんだ、結局負けびみたいなもんじゃ。お前と遊んでいる時間はないの。ゲルドブレイム皇帝がお待ちかねでな。こっちも遊んでる場合じゃねえんだよ。失われた前代の神の遺産を。ちょっとレベル上げ大変だったんだから。うわ、吹っ飛ばされた。待て、ジャコモ。飛べ、飛べたんだから大丈夫。くしょ。その翼で飛べる範囲とかあるのかな。いや、結構余裕だったよ、レベル10も上げたから。大丈夫カラス、逃げないと。ああ、分かってる。めっちゃ追っかけられてる。待て、めっちゃ戦ったよあなたたちと、レベル上げのために。帝国の人割とゆっくりだな。逃がすな。いや、だいぶ差開いてるよ。もう無理なんじゃね。あ、ヤマリンゴ。いや、ヤマリンゴもったいないわ。何してるんだカラス。怒られる店の人に。え、また行くの？パロロ三世どこ行った？とりあえずここなら大丈夫そうだな。ゲルドブレイム皇帝はどうやら呪われた古の力を復活させようとしているらしいわ。なんで？それがあの森で呪われた神とかなんとかって言ってたやつなのか。マルペルシュロね。ええ、マルペルシュロ、呪われた邪神。その力は先の世界を破滅に導いたと言われている。皇帝世界ぶっ潰そうとしてんの？あなたはマルペルシュロについて何か聞いたことある？カラス。ない。いや、特に何も。そう、私は帝都でゲルドブレイムが国費で
何か危険な計画を進めているとして、いろいろと調べていたの。そして、計画の大事な鍵となるらしい。例のペンダントを盗んで逃げ出したのよ。あ、だから狙われてたんだね。あの森に何か恐ろしいものが眠っているということまでは、なんとかつかめたんだけど。その眠っているのを呼び起こしちゃったんじゃない？それが、まさか、マルペルシロの力だったなんて。お願い、協力してからす。なんとかして皇帝の陰謀を暴いて、彼の計画を阻止しないと。もし本当にマルペルシロが呪われた邪神が復活してしまったら、この世界は終わりを迎えるわ。私一人の力ではどうしようもない。ねえ、お願いカラス。断る。なんで断るんだよ、暇してるくせに。帝国が何をやらかそうが、世界がどうなろうが、そんなこと俺の知ったことじゃない。第一協力しろったって、帝国相手にどうしようって言うんだ。シェラ、お前一人で。それは、だから協力してあげようって言ってんの。冗談じゃない。一緒に死んでくれる仲間を探してるっていうのなら他を当たってくれ。俺は帝国に喧嘩を売って無駄死にする気はないな。お前もそう思うだろ。思わねえよ。協力しようよ。本気かよ。いくらお前がそう言ったって、今度ばかりはごめんだぜ。ディアデミア、アヌエヌエ、他の国の人々にゲルドブレイムの計画のことを知らせれば。アヌエヌエ、懐かしい。この名前覚えてるわ。きっと一緒に立ち上がってくれるはずだわ。本気で言ってるのかそれ。お前の話を聞いて、他の国のお偉方が帝国相手に一緒に戦ってくれるって。小娘一人の言葉に動かされて、諸国の王やリーダーたちが国を挙げて帝国に対して戦争を仕掛けるって。でもほっといたら世界滅びるんだろう。じゃあ一緒じゃん。寝言は寝てからにしてくれよ。お前性格曲がってんな。まあそんなもんか、人なんて。まあ好きにすればいいさ。お前はお前の道を行けよ、シラ。俺は俺の敵を追う。ジャコモも帝国側の人間なんじゃないの、っていうことは。それと分かってるだろうが、なるべく早くこの地を離れた方がいいぞ。うわ、こんな可愛い女の子一人にすんのか、お前は。お前はもう帝国に歯向かう立派なお尋ね者ってことになってるだろうからな。お前もな。お前はじゃなくて私たちはでしょ。それにカラス、あなたの仇っていうあのジャコモって男も帝国の人間じゃないの？ねえ。それとこれとは話が違う。俺はジャコモを追ってるんであって、帝国全体を敵に回してるわけじゃない。いくら俺でもそこまでバカじゃない。じゃあな、シェラ。縁があったらまた会おうぜ。ちょっと待ってよ。この大陸からは雲の国ディアデム行きの定期船しか出てないわよ。あなたもこの国を離れるんだから、どうせそこまでは一緒でしょ。いや、もう全然余裕だな、体力とか。じゃあもうさっさと行こうぜ、あの定期船乗って。よし、定期船に乗り込むぞ。よし、行こうぜ。ディアデム行き定期船、まもなく出航いたします。お乗りの方はお急ぎください。急ぎましょう、カラス。いたぞ。やっべ、こっちだ、急げ。
見つかったか。走りましょう。こんな感じで乗るの？その船怖。出航します。空気読んでくれた、ありがとう。こんな感じだったっけ。なんかブラックホールみたいなある。おお。あ、ナシラね。ここも覚えてるわ。なあ、ちょっと聞きたいんだが、帝国行きの船はどこから出てるんだ。帝国へ行きたいなら城下町へ行くんだな。町なら大きな港がある。このナシラと行き来があるのはフェルカドの商人の小舟ぐらいなもんだよ。そうか、わかった、ありがとう。私も王様に会いに城へ行くから、もうしばらくは一緒に行動するってことになるわね。シラ強い子だな。でもその前にね、カラス、ちょっと村によって何かいいアイテムでもないか見ていきましょう。見ていこう、お金ないけど。ああ、そうだな。サダルスード行きの定期船です。ご乗船になりますか。いや、来たばっかりだから。うおー、こんなとこだっけ。ようこそ旅の人、ここはナシラ、漁師の村だ。お前さん、サダルスードからの定期船で来たみたいだが、帝国と揉めたな。暴れてる。隠さなくていいさ。船着き場に連絡が回ってるのさ。見慣れない旅人に注意しろってな。やば、捕まらん、こっちで。で、なんかネズミみたいないなかった。塩もらってく？勝手に塩もらってく？なんかに使えるかもしれん。こんにちは、旅の方。ナシラは初めてかしら。のどかで平和でいいところよ。あなたも気に入ってくれるといいんだけど。でも別に長居する気はないんだよな。おお、なんか黙々と。おい、あれを見ろ。あれってどれ。船？あ、リュード。あの人が着ている服、もしかしてリュードって軍人だっけ。ああ、ここからじゃよく見えないが、帝国の軍服みたいだな。じゃあ敵じゃんね。あそこに泊まってるのも多分帝国製のボートだ。その割にちょっとしょぼいな。あれ、リュードってなんで仲間になるんだっけ。もうそこら辺全然覚えてない。あれはリュードのセールボートだよ。帝国製の最新式さ、一括だろ。そうか。おい、そのリュードってのは帝国の人間なのか。そうだよ、帝国から来た偉い大使様なんだ。すげえだろ。あ、そんな偉い大使様だっけ。なんかか弱い青年みたいなイメージだった。やはり帝国の人間か。まさか俺たちを追ってこの村へ来たなんてことはないだろうな。ええ、いくらなんでも早すぎる。でも気をつけた方がいいわね。でも連絡は入ってるみたいだよ、ここにも。なんだ、兄ちゃんたち悪人？帝国の兵隊に追われてるのか。そうだよ、お尋ね者なんだよ。あ、違う違う、
そんなことはないぞ。ただ帝国の怖いおじさんたちがちょっと苦手なだけだ。めっちゃ疑われてる。ま、兄ちゃんはともかく、そっちの姉ちゃんは悪い人には見えないしね。お、見る目があるんでしょうね。気をつけていきなよ。サンキュー。ありがとう。さ、行きましょうカラス。どうもどうも、こんにちは。いきなり会いに行って大丈夫かな。おや、皆さんはこの村の方ではないようですね。旅の方ですか。そうだよ。あ、はあ、そんなとこだよ。そうですか。私はこの村のものではありませんが、どうぞゆっくりしていってください。この村はとても良いところですから。私も都の大使館を離れてここで過ごすことが多いんですよ。出張？華やかな都よりこちらの村の方が性に合うんです。大使館、やはりあなたは帝国の。ええ、帝国の大使リュードと言います。でも特務大使なんて名ばかり、体のいい厄介払いですよ。なんかやったの？昔から我が国とディアデムとの関係はそう友好的なものではありません。現在だって国家間の交流なんてないに等しいと言っていいくらいですから。初めの頃は村の人にスパイじゃないかと疑われたくらいですよ。それにそもそも帝国の人間は他国の人のことなど気にも留めちゃいません。まあそんなわけで官職なんですよ実際。帝国にいるただのいい人っていうことが分かったわ今。もうどこでもいるなお前ら、かわいい。魔女みたいな人いる。あら、かわいい坊やね。あ、かわい、うん。この村の男たちとは大違い、ゆっくりしてってちょうだいよ。漁師の村だから、ごつい人ばっかなんだな。いらっしゃい。おお、美人。あら、あんたたち見ない顔ね。私はこの酒場の女将、アナって言うんだ。よろしくね。雪の城。定期船で来たのかしら。そうだよ。ああ、そうだよ。それじゃサダルスードから来たんだね。遠いところからようこそ。まあ何もない村だけど、ゆっくりしてってね。いや、ゆっくりってわけにもいかないんだ。この国の都にちょっと急ぎの用事があってね。あら、そうなの。だったら随分と間が悪い時に来ちゃったね、あんたたち。なんで？知ってるかもしれないけど、商店街っていう川が溢れてて都への道は通れなくなってるのよ。珍しいこともあるもんだよ。商店街の氾濫なんてそうそうお目にかかれるもんじゃないんだけどね。道が通れないなら船は？次の都への定期便はいつ出るのかな。残念だけど都への定期便は出てないのよ。漁師の誰かに頼んで乗せてってもらうしかないんだけど、ちょっと難しいかもね。なんで？ここの漁師はよそ者を船に乗せるのを嫌がるし、近頃は不良続きでみんな苛立ってるからね。誰か私たちを乗せて行ってくれそうな人に心当たりはないでしょうか。ギバリとか言う人いませんか。できるだけ早く都に行かなくてはならないんです。少しくらいならお礼もできるのですが。いや、金ないよ俺。あんたたちそんなに急ぎのようなの？そう、世界ぶっ潰されるかもしれないからさ。そうだね。ならギバリに頼んでみたらどうだい。あの人なら引き受けてくれるかもね。だよね。ギバリ、
その人はどこに？俺知ってるから見たらわかるわ。今日はまだ顔を見せてないけど、じきに現れると思うわよ。しばらくしてからまた店に来てみて。オッケー。それとも一杯やって待ってる？いや、そいつは遠慮しとく。わかった。それじゃあまた後で寄るよ。この人何を悩んでるんだろう。世の中の景気がどんなに良かろうが悪かろうがさ、そんなことはどうでもいいんだ。愛しのあの子になんて告白すりゃいいのかな。ダメだ、全然自信ないよ。え、押し花でもあげる？違うよね。愛しのあの子って誰のこと言ってるんだろう。雲の城、エルナトにいらっしゃる国王レイドカーン様はな、白き炎と呼ばれておってな、若い頃はかなり無茶なこともなさるお方だったがの、今はすっかり落ち着かれての、立派な英王様になられた。わしがもう少し若かったら猛烈アタックするところじゃよ。愛しのあの子、この人じゃないよな、さすがに。レイドカーンも聞いたことあるんだけどな、もう断片的にしか覚えてないんだよな。こんにちは。僕の父ちゃんと母ちゃんとじいちゃんは1年前に死んじゃったんだ。うわ、悲しい。いきなり。だからばあちゃんは僕が守ってあげなきゃいけないんだ。偉いだろ。偉い、偉いね。月日が経つのは早いもんで、チビと2人で暮らし始めたからもう1年になりますね。じいさまと一緒に寮に出た時、天候が悪化して息子と嫁も帰らぬ人になってしまったんじゃ。あと追おうかと思ったんだじゃが、わしにはまだチビがいますからね。死ぬわけにはいきませんわな。よ、ここの人。見知らぬ人がガン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 出入りしてるけど、許してくれるんだ、寛容だな。何この、何この人たち、やばい人かな。え、何これ。ほら、お兄ちゃんたちも聞いてごらんよ。もうすぐお話が始まるからさ。お話？早くばあさまお話を聞かせて。始まんの？うわ、始まっちゃう。あ、なんか大事な話？遠い遠い昔、世界にまだ海があった頃。声若くない？ばあちゃん。人は翼を持たず、動かない広い地面の上で暮らしておりました。いや、声若すぎるって。ばあちゃん、海というのはこの国なんかすっぽり飲み込んでしまうくらい、とても大きく、とても深い水たまりのことですよ。え、このばあちゃんって冒頭のばあちゃんかな。そして海にはクジラという、これまた大きな大きな魚が住んでおりました。クジラは世界と同じくらい年寄りで、いつも不思議な優しい歌を歌っていたといいます。ここのクジラ歌うたうの。それで海はどうなったの？クジラはどうしたの？えらい燃えてますけど。悪い神様が海の水を一滴余さず飲み干してしまったのです。すごい量よ。その時クジラもごくりと人の身にされてしまいました。覚えておき、悪い神様の名は
マルペルシュロ。その後、自分が飲み干した海で溺れて死んでしまったとさ。飲み干した海で溺れるってどういう状況？バカなの？けれどクジラはいつも私たちと一緒にいます。ほら、こうして耳を澄ませば聞こえてくるでしょ、クジラの歌が。いや、聞こえない聞こえない、ばあちゃんやばいって。それ人はいつかきっとまた海を取り戻す。その時の来るのをクジラはじっと待っているってね。はい、ドットお払い。あ、口は災いのもと、用とも因ともつかぬものには余計なことは知らせぬ方が良いでしょう。余計なこと言うなってサシェラ。気をつけましょう。なあばあさん、そんな占いより今の話、悪い神様マルペルシュロが海を飲み干したって。はっ、ただの昔話さ。詳しいことは私も知らないよ。ちぇ、なんだよ。さあ、それでは王の城へ急ぎましょう。めっちゃ外出ちゃったけど。もう話聞くだけでいいのかな。ギバリいる？来た？ああ、あんたたちかい。ギバリはまだ来てないみたいね。そろそろ顔を見せる頃なんだけど。なんだお前たち、ギバリを探してるのか。あいつに何の用だ。船乗せてっていうところ。ああ、ちょっと都まで乗せてってもらおうと思ってさ。あんたは？俺はレブリスってんだ。村の漁師たちのまとめ役みたいなもんさ。残念だったな。この村にはよそ者を乗せるような船はないぜ。案外話のわかる人なのかもと思ったけど、そうではなかったわ。おやめよ、旅の人に絡むのは。乗せてってもらうだけじゃん。け、誰が絡んでるって。ただでさえこのところ不良続きだってのに、なぎがどっぷり腰を落ち着けちまって、にっちもさっちもいかねえ。これでさらに奴によそ者なんか船に乗せられた日には、余計魚に嫌われちまわ。魚はよそ者かどうかなんかわかんねえんだよ。この村の人間は昔からそういうことはきっちりしてるんだ。それがギバリの野郎だけは迷信だと鼻で笑ってちっとも気にしやしねえ。さすが。一人でやりたいようにやって、本人はいい気なもんなんだろうが、周りはいい迷惑なんだよ。そうだろうみんな。そうだそうだ。あれ、この人たち漁師っぽくないけど。お前たちも都なんか行かずに、乗ってきた船で引き返しちゃどうだ、田舎へ。なんだと。それが嫌なら、商店街が静まって道が通れるようになるまでのんびり待つんだな。仕方ねえ、のんびり待つか。レブリスの言う通りだ。よそ者は引っ返すか、じっとしてろってんだ。俺はギバリと話をしに来たんだ。お前たちの船に乗せてくれと頼んでるわけじゃない。そうだそうだ。小僧、わからねえらしいな。おやんのがおら。こっちが下手に出ておとなしく言い聞かせてやろうと思えば。待ちなって。ギバリエ。
どうやらその連中は俺の客らしいじゃないか。そうだよ。あ？そうだよ。キバリ。キバリ。何か俺に言いたいことがあるならいつだって話は聞くぜ、レブリス。絶対こっちの方が強そうだもん。右下の砂吹きめっちゃ気になる。勘弁してやってくれ。みんなここんとこの不良となぎでイライラしてやがるんだ。ああ、気にしちゃいない。あんたがギバリか。そうだ。で、なんだい俺に用ってのは。船乗せて。都まで船で乗せていってほしい。シェリアクまで？シェリアク？覚えてない、それは。ああ、雲の道は今通れねえからな。俺通った記憶あるんだけど。お願いします。できるだけ早く城へ行かなくてはならないのです。お金は渡します。シェラが。何やら訳ありみたいだな。そうなんです。うん、ちょうどいい。ちょうどいい。何が？なあお前たち、ちょっと俺に手を貸さないか。商店街の様子を見に行こうぜ。もう行こうぜ行こうぜ。もうレベル10だから余裕だわきっと。ちょいと気になってたんだ、どうして商店街が荒れてるのか。なんで荒れてるんだっけ。村の連中は怖がってあそこへは行きたがらねえしな。俺たちだけでか。ああ、なに、心配するなって。3人もいりゃなんとかなるだろうよ。余裕余裕。そっちのお嬢ちゃんもそこらの野郎なんかよりよっぽど頼りになると見たが。そうだそうだ。どうだい。どこまで期待に応えられるか分かりませんが全力を尽くします。気に入ったぜ。そうこなくっちゃ。まあもし行ってみて俺たちだけじゃどうにもできねえってことになったら、そん時はちゃんと船で送ってやるから心配するな。さすがギバリ、話の分かる男だよ。どうする。もう引き受けるに決まってんじゃん。そうか、よし、じゃあ引き受けるとするか。ん？何一人でブツブツ言ってんだ。独り言じゃない。俺はこいつと精霊と話してたんだよ。精霊付きか。別の世界の命が宿るっていう、ただの言い伝えじゃなかったのか。信じる信じないはあんたの勝手さ。そんなことは俺にはどうでもいい。さあ行くんだろう商店街。俺はカラスだ。私はシェラ。よし、よろしく頼むぜカラス、シェラ。で、その精霊ってのは。うん、変わった名だな。そうかな。それじゃあんたもよろしくな。あ、優しい、信じてくれるんだ。よろしく。聞こえないだろうけど。さあ、そうと決まれば港へ行こうぜ。俺の船で商店街まで案内する。ギバリレベル6だって。普通そんなもんなんか。え、ここでいいんだよね商店街。あ、こっちだよな。この雲の道めっちゃ覚えてる。見てくださいよ、商店街の水が雲の道までかぶってしまって。めっちゃでっけえ魚いるけど。
これでは船でも出さない限りシェリー役まではたどり着けませんよ。あ、こっちじゃないっていうことは。これがギバリの船だな。え、ギバリの船の方が帝国のより立派じゃない？それじゃ商店街に出発するか。よし、行こうぜ。よし、じゃあ出発だ。船に乗ろうぜ。待て、ギバリ。勝手な真似はするな。村の決まりを無視する気か。古い習わしだがなんだか知らねえが、俺はそんなもんに縛られるのはごめんだ。第一、お前たちみたいにおとなしく座って待ってりゃ事態がいい方に転がるとでも言うのかい。そいつはどうする、力ずくでも止めてみせるってのかい、俺を。ああ、レブリス。先を急ぐんだ。じゃあな。かっけえ、ギバリ。ギバリ、お前一人で生きてるつもりか。自分のやりたいようにやってりゃそれでオッケーなのか。自分さえ良ければ周りのことなんか知ったこっちゃないっていうのか。でもそれでいい方向に転んだんだったら別にいいじゃん。まあ、転ぶかどうかわかんないけどさ。そう熱くなんなって、レブリス。難しいことは俺にはよくわかんねえよ。そうなんだよ、バカだから。じゃあ行ってきます。あ、こういうルートができるわけだ。なんか生き物みたい、あの船。おお、カエルがいっぱいいる。この世界をぐるりと囲んで流れているという大天河。こいつはその支流の一つだ。天河の水はこの世界とは別の次元にある。海から流れ込んできてるっていうやつもいるが。天下の水はこの世界とは別の次元にあんの？水が？さて、そいつはどうだろうな。その話の方が難しくない？とりあえずマグナス取らせて。商店街。うん、水をせき止める。何これ。なんだこいつは。こんなんじゃ川が溢れるわけだぜ。何かいるわ。何かが水を出してるってこと？ほら、見たよな、でっけえ魚、サソリ？これ何これ、これ魚か。魚のようなサソリのような。あ、どっか行った。あ、出てきた。うーわ、かわいいようなかわいくないような。電気ナマズみたいなこと。そうだよ、我は時、我が力に空シリーズ感。
クロノスティル。おお、綺麗な勝ち方した。運が悪かったな。お、めっちゃ経験値もらえる、ラッキー。浮いてる。あれ、あんなんだったっけ。いや、変わりすぎじゃね。こりゃ大昔に絶滅したっていう雷魚じゃねえか。絶滅したやつ倒しちゃっていいの。なんだってこんなのが。これ博物館かなんかに。世界のほころびが少しずつ大きくなっているんだわ。それ絶対我々のせいだよね、シェラ。サダルスードの泉であの封印が解かれてしまったからか。世界のほころび？封印？一体何の話だそれ。帰りましょう。王の元へ急がないと。ガン無視するじゃん。おい、お前ら、ちょっと待てったら。いや、恩はないのか、お前ら二人に。くっそ流されてってるけど。うわー、溺れる、助けてくれ、かわいそう。あ、これ人か。助けないって選択肢ある？なんでそんなとこいんの。なんか虫かと思った。ありがとう、助かったよ。善と有望な少年が一人欠けるところだったよ。で、なんだっけ。そうそう、クズマンじいさんの血族者探しだっけ。僕はクズマンの孫だよ。その系譜にサインしてじいさんの家に行けばいいと。系譜を貸して。なんか溺れてた割には淡々としてるな。なるほどね、該当する場所に自分の名前を書けばいいんだ。じゃあ僕はこっかな。結構空いてるけど分かる。これでもう OK だよね。あー疲れたよ。僕はちょっと休憩してから帰るよ。態度できえなこいつ。これで穏やかになったんじゃないですか。水が。うわ、めっ、包囲されている。やっべ、引き返す。なんだ、様子がおかしいぞ。帝国兵が。おい、一体どうなってやがるんだこりゃ。やべ、ちょっとまずいかもしれない。ギバリ、もう一回船出してもらっていい。お前たちも村のものだな。さっさと村の中に入れ。なんだと。まあ待て、ここは言うことを聞いた方がいい。あれ、お尋ね者の割には村の人だと信じてくれている。この帝国兵、もしくは、もしくはじゃないわ、ただのバカかもしれん。村から出るのは禁止だ。村へ入るのも禁止だ。ん、どういうこと。村から出るのは禁止はわかるわ。村へ入るのも禁止だったらここはどこ。わかったらおとなしくしていろ。どこ、ここは村じゃないの。ちょっと難しい、難しい。アナさん、どうなってるんですか。アナさんいないよ。
今どんな感じ？レブリス、一体何が起きたんだ？わからない。奴らいきなりやってきて。まさか、俺たちを追って。そんな、たった二人を捕まえるためにこんな大規模なこと？どういうことだ？お前たち帝国に追われているのか？はい。あ、いや、それは。まあいい、詳しいことは聞かないでおく。お、ちょっと優しい。だがお前たちを追ってきたのであるまい。なぜそう思う？別の機動部隊が城の方へ飛んでいくのを何人かが目撃している。ここにいる連中よりはるかに大掛かりな部隊だったらしい。連中の目的はおそらく城だろう。城に行ってどうするの？ふん、どうも気に入らねえな。帝国の奴ら一体何を始めおってんだ？もう始まっているわ。ゲルドブレイムの野望が世界を蝕もうとしているの。失礼。さて、俺は城へ行くぜ。シェラ、お前も行くだろう。ええ、急ぎましょう。おっと、待ちな。俺も一緒に行こう。こんな状況でお前らだけを行かせたんじゃ後味が悪くていけねえ。キバリー。でも、まあいいじゃねえか。城まで案内するって約束だったろ。優しすぎる。それに帝国軍の動きも気になるんでな。リュードとどこ行ったんだろうね。それよりどうやって城まで行くつもりだ？港が監視されてる以上船を出すのは難しいぜ。歩いて行けばいいだろう。商店街の反乱は収まったんだ。城へ通じる道は通れるようになってるんじゃないのか？確かに道は通れるはずだが、どうやって村の外に出る？外に出るの禁止って言われたもんね。村の入り口にも見張りが立ってるようだしな。殴る？そいつら。はい、どうぞと通してくれるとは思えねえぜ。それはそうだけど。仲間のふりして交代の時間だとか言って適当にやり過ごすか。以前にアナに聞いたんだが、この酒場には村の外へ通じる抜け道があるぞ。ナイス。もしもの場合の避難用にって掘られたらしい。お、意外と協力的だが、その入り口がどこにあるのかは俺も知らん。アナに聞きゃ分かるんだろうが。分かるんだろうが、もしかしてアナさん連れて行かれた？ん？そういや、アナはどこにいるんだ？いや、それがさっきから姿が見当たらないんだ。見当たらないだと？まったく、お前がついていながら。すまん。まあいい、とにかくアナを探そう。カラス、シェラ、一緒に来てくれ。どこに？